訴状によりますと恵庭市の沿道牧場で住み込みで働いていた知的障害のある男性3人は長年水道や風呂がないプレハブ小屋で生活しながら休みなく働いたものの給料が支払われず障害年金もほぼ全額搾取されていたと主張していますさらに牧場経営者が元市議会議長だったことで恵庭市が忖度し虐待の調査をしなかったとして 牧場経営者と市に対し、合わせて九千三百万円余りの損害賠償を求めています。訴えに対し、市は訴状が届いていないので、お伝えできることはないとしています。